ステファン・ロッシュ、スティーブン・ローチ。1959年11月28日台は、アイルランド生まれの元自転車競技、ロードレース選手。なお、アイルランドでは、英語読みで、スティーブン・ローチ、ロットである。1987年の74回ツールド、フランスと70回ジロでイタリアの総合優勝者。さらに同年の世界選手権、ロードレースを制し。 ダブルツールを超えたトリプルクラウンを達成したエディメルクスとただ二人の名選手である。アイルランドでアマチュア選手としてのキャリアを積み、1979年にフランスに渡ってアマチュア版パリ・ルーベに優勝するなどキャリアを積む。1980年のモスクワオリンピックでは思ったような成績を上げることができなかったが、1981年、 それまでの実績を買われプロ入り。プロ入り初年度に10勝をマークし、1983年にはロードレースの世界選手権で3位に輝く。1986年レース中の事故で膝に怪我を負うも、1987年にはトリプルクラウンを達成。その後は膝の慢性的な怪我に悩まされて徐々に下降線を辿っていった。 1991年には、チームタイムトライアルで、スタートに現れず、チームはロッシュを置いてスタートしていった。8分遅れでスタートするものの一人では離される、一方で結局タイムアウトとなってしまった。ロッシュの周りには、スタッフ数人もいたにもかかわらず、チームが自分を探そうともしなかったことに起こり、1年で、チームを去ることになった。 1993年に現役を引退した。現在は、スポーツ解説者等で生計を立てており、家族と共に、パリに住む。2009年、離婚した全員祭との間の4人の息子の一人、ニコラス・ロッシュが、アイルランド選手権を制し、ナショナルチャンピオンジャージを着て、アージェ・ルーゼルから、ツール・ド・フランス初出場を果たした。ありがとうございます。